県内は高気圧に覆われて気温が上昇し、季節を先取りしたような陽気となりました。花桃や桜などが咲き競う福島市飯野町の花屋敷公園には多くの花見客が訪れ、写真を撮るなどして楽しんでいました。最高気温は福島で 27.2 度など夏日のところも多く、ほとんどのところで今年の最高気温を更新しました。初めて来たけどね、最高。初めて来たんですけど、すごく綺麗で、子供たち連れてきてよかったなって感動しました。花桃は来週頃まで楽しめるということです。